視聴者に優しい実況でおなじみ草の人チャンネル、ご要望にお答えして、デッキリストを表示しました。相手のデッキはちょっと中身がわからなかったが、どうやら神に祈るデッキらしい。こちらはご覧の通り、神そのものでございます。もしカード名などの訂正があったら、コメント欄にてお願いします。前回の動画、デッキリスト表示してるのに、なんでデッキ内容をコメント欄で聞かれてるのか疑問だったんだが、なるほど確かにこの画像だけじゃ、名前わからねえよな。カードの使い方なんかは、前回まで同様、対戦の中で紹介していくので、今回も早速デュエルしていきましょう。神よ、我らの祈りに応えたまえー、今こそ反落の時、このチャンネルでふんぞり返っている偽りの神を倒し、正義を我らの元へ示さん。いその、神の審判を下すがよい。愚かな対戦相手よ、神相手に神頼みデッキとは、偽りの神を滅し、真なる神の身元へと解散、にょんこそは神の代行者。自称神 VS 自称神の代弁者とかいう地獄絵図。神魔法、金満で謙虚な都合発動、エクストラデッキから3枚、もしくは6枚除外し、除外した枚数と同じだけデッキトップをめくり、その中から好きなカードを1枚手札に加える、謙虚な私はもちろん6枚除外するぜ。強欲の間違いでは、デッキトップから6枚めくって好きなものを加えるとかいう、疑似万能サーチカード、金満で謙虚な都合、このカードはファンデッカーの大事なお供だよな。私が加えるのは当然神のカード、選んだカード以外は好きな順番で、デッキの下に戻す。出たにょんね、偽りの神を語りし不届きなカードたち。貴様に真の神の意向を見せて改心させてやる。頼るべき神の所在を明らかにしてくれよう。私はクリッターを攻撃表示で召喚してターンエンド。弱くない？めっちゃ強気だったのに弱くない？勢い余ってアルミラージ除外しちゃった。アホなの？クリッターを墓地へ送って、効果でデッキからカードをサーチする流れだったよね。そんな作戦でしたっけ？そっちがやる気がないならニョンから行くニョン。一撃必殺侍を召喚。カードを1枚セット。相手モンスターとの戦闘時に、コインを投げて、裏表を当てると、問答無用で相手モンスターを破壊する。まあ要はギャンブルカードだな。つまりニョンのデッキは真なる神に祈りを捧げ、すべての運を手繰り寄せる神頼みデッキ。コインの裏表を当てたのは大したものですが、当てて効果で破壊してしまったので、戦闘ダメージが発生しませんでしたね。私はクリッターの効果でデッキからガーディアンスライムをサーチ。ああ、そういうことか。今持ってきたガーディアンスライムは、ダメージに反応して手札から特殊召喚される効果を持っている。あえてクリッターを攻撃表示で置いたのは、戦闘破壊されたダメージで、サーチしてきたスライムをそのまま出そうとしてたのか。なんかコイン当たったせいでダメージ与えられなかったけど、ダメージがなかったおかげで命拾いしたにょん。完全に運だけどな。そう長くは続かないのが運というもの。私はリアクタースライムを召喚して効果発動。フィールドにスライムトークンを2体特殊召喚。そして、手札から神魔法、イニシエの呪文を発動。まさか、お前ヒエラキックテキストを読めるのか？ ABCDF。わかった効果を教えてくれ。デッキから、ラーの翼侵入を手札に加える効果ですね。さらにこのターン、通常召喚に加えてもう一度だけ、アドバンス召喚を行います。ということで、場の3体のスライムをリリースして、オベリスクの巨神兵降臨。そんな簡単に出てくるにょんか？生贄3体も捧げないといけないのにな。審判の時だ。ゴッドハンドクラッシャー。あ、コインの裏表当てたので神破壊です。はぁー。これが神の意思か。いやおかしいだろ。何をさらっと神破壊されとんねん。嘘だよ。こんなのおかしいよ。だって神のカードなんだよ。最強に決まってるじゃないか。霊夢、落ち着いて聞いてくれ。これから話すのは、悲しき神の物語。かつて、神だったカードたちの話だ。神だった？オベリスクの巨神兵、ラーの翼侵入、オシリスの天空竜、これら3体のカードは、神のカード、通称三原神のカードと呼ばれ、アニメ遊戯王デュエルモンスターズにて、とてつもなく強力な効果を伴って登場した。そうですよ。オベリスクの巨神兵なんか場のモンスター2体を生贄に捧げたら、攻撃力が無限になって、相手モンスターをすべて破壊して、さらに相手のライフに4000ダメージも与えるんですよ。霊夢。そんな効果は存在しない。まっさかカーニバル？当然、現実のカードゲームに実装するには、彼らの効果はあまりにも強大すぎた。よって、効果は修正されて。おお、ここまでは同じですね。なんだ、この効果は？それっぽさを残して、見る影もない効果にされてしまったのだ。実は三原神の中で、オベリスクはまだマシな方で、破壊耐性はないので、先ほどのようにあっけなく効果で破壊されるものの、対象にならないという効果があるので、対象を取って破壊するカードは回避できる。サンダーボルトや、ブラックホールみたいな無差別破壊はダメだけど、前回の動画で出てきたカラントーサみたいなのは大丈夫と。しかしオシリスやラーはカラントーサでも殺される。こんなウサギもどきに、3体を生贄にしないと出せないあまりにも重い召喚条件。現代においてはあまりにも貧弱な効果。現代遊戯王にあるまじき除去体制の欠如。これらをもってして、もはやこいつたちを神と崇める者はいなくなってしまった。オベリスク、オシリスなんて可愛いあだ名で、特に効果がひどかったらあの翼侵入への誹謗中傷はとどまることを知らず。
そんなに弱い効果なんですか？まず、一切の特殊召喚ができない。オベリスクやオシリスは、ターン終了時に破壊されてしまうデメリットはあるものの、死者蘇生などで呼び出すことはできた。だが、原作アニメでマリクガラーのよく親友に死者蘇生を使ったにもかかわらず、こいつは一切の特殊召喚を受け付けない。原作否定じゃん。さらに召喚成功時に、自分のライフが残り100になるように支払い、払った分だけ攻撃力と守備力が上がる。おお、アニメでもあった効果ですね。そのライフをまた自分に戻したりして戦うんですよ。戻す機能はラーにはない。いや危なすぎるだろ。せめてラーが死んだらライフ戻せや、キノコで死ぬとかどういうことだよ。安心してくれ、まだ効果は残っている。1000ライフ支払うごとにフィールドのモンスターを一体破壊できる。コストは重いけど、回数制限ないのは強みですかね。だがライフを100まで減らして攻守を上げる効果は召喚成功時の効果なので、これを使っていると破壊に支払うライフが足りず、破壊にライフを回そうとすると攻守が例のラーが爆誕する。もう終わりだよこの言う。これらの効果からデュエリストに付けられたあだ名は、王のよく死ぬ言う、ライフチッチュギガントなど、圧倒的批判を集めたカードであった。もうダメだ、この世に神など存在しないんだ。だが、神たちはここで終わらなかった。昨今の遊戯王は、過去のテーマカードを強化していく流れ。無論、ライフチッチュギガントもその対象である。数多くのサポートカードが登場し、アニメ原作と遜色ないほどの効果を取り戻したのだ。ラーの翼神竜さん、これの倍ほどのサポートカードが存在しており、アニメ効果が10等分の花嫁にされたと考えれば、いかに原作の神が強かったかが伺えるだろう。そのあまりのサポートの多さからついた新たなあだ名が、老人ホーム、要介護施設。失礼すぎるだろ。ということで、強化された神の力を、ラーの翼神竜にフォーカスして紹介していこう。はい、まずは召喚に生贄三体がきついです。そうだな、先ほど対戦でも使ったリアクタースライムやラーの人などといった三体に分裂するモンスターは数多く実装されているが、問題はさらにそいつらをリリースしてアドバンス召喚しなくてはいけない点だ。さっきはイニシエの呪文を使って一回アドバンス召喚権を増やしましたよね。これでさっきはオベリスクを召喚していたな。本来はこのカードの効果でデッキからラーの翼神竜をサーチしてそのまま召喚することを前提に設計されているカードだ。さらには墓地のこのカードを除外することで生贄に捧げたモンスターの攻守の合計をラーの翼神竜の攻守にすることができる効果もある。なるほど、これでライフを100まで減らさなくてもちゃんと攻守霊じゃないラーの翼神竜が召喚できて破壊効果も使えると。さらには交差する魂は相手の場のモンスターもアドバンス召喚の生贄としてリリースできる。3体とも相手のモンスターを使っても？もちろんそれでも構わない。これはあくまでも召喚のためのリリースなので対象にならない、いや破壊されないなどといった強力な耐性持ちモンスターも問答無用で墓地送りにできる速攻魔法なので相手ターン中にも発動可能だ。インチキ効果も大概にしろ。ゴッドスライムはレベル10の攻撃力霊の水属モンスターをリリースすると特殊召喚ができる融合を使わない融合モンスター。こいつは攻守が3000あるので普通に殴っても強い上に、なんと神を召喚する場合はこいつだけで3体分のリリースになる。でもそんな都合よくレベル10で攻撃力霊の水属なんています？そこで登場するのが、自分がダメージを受けると手札から特殊召喚できるガーディアンスライムだ。圧倒的に簡単な条件から先ほどの要件を満たすモンスター。さらにこいつは墓地に送られるとラーの翼神竜の名前が記された魔法穴カードをサーチしてくる。いやもう至れり尽くせりかよ。ガーディアンスライムがゴッドスライムになって墓地に行った時にイニシエの呪文などを持ってきて、イニシエの呪文の効果でラーの翼神竜が引っ張ってこれて、そのラーの翼神竜はイニシエの呪文の効果で追加アドバンス召喚できて、生贄にする素材はゴッドスライムが1匹で3体分だな。さらにライフを100になるまでチッチュしなくてもイニシエの呪文の追加効果でラーの翼神竜の攻守は3000ですと。好きなだけ相手フィールドのモンスターを破壊できるぜ。さらにガーディアンスライムで持ってこられるサポートカードはそれだけじゃない。ライフを100になるまで支払って攻守を上げる効果は実は正規の召喚成功時のみの効果なんだ。いやとはいえラーの翼神竜って一切の特殊召喚を受け付けないんですよね。だったら正規の召喚以外ありえないから考慮する必要ないんじゃないですか。なんと手札から神のカードを捨てると、デッキ墓地から死者蘇生をサーチし、さらには墓地のラーに対して特殊召喚できない効果を無視して死者蘇生で墓地から特殊召喚する効果まで付与できる千年の啓示というサポートカードがあってだな。自分の効果まで無視するのか。これにより特殊召喚してしまうとライフ100に削って攻守が上げれないだろ。そもそもリスキーすぎてライフ100にしたくないんだけど。そんなあなたに太陽神合一、特殊召喚されたラーを対象にライフを100まで削って攻守をその分アップだ
ぜ。だからそんなリスクいらないって、霊夢、ここまで再現したのに、ライフをプレイヤーに戻すギミックを再現しないと思うか？まさかカーニバルは実在する。太陽神合一には、バノラーの翼神竜をリリースしてその攻撃力の分ライフを回復する効果がある。逆ライフチッチギガンと、先ほどあった、イニシエの呪文の効果で神スライムをリリースして通常召喚したラーの翼神竜。確か攻守が、リリースしたモンスターの合計になるから出た瞬間に3000でしたっけ？さらに8000のライフから7900を支払ったら、攻撃力19,000？ それを太陽神合一でライフに出し入れできるわけだ。すげえ、なんかライフ増えてんぞ。他にも神をサポートするカードはまだまだある。何この上級国民専用老人ホーム。さあ霊夢、諦めずに神の力を見せつけに行くのだ。そういえばデュエル中だった。あ、作戦会議終わりました。いやなんかほんとごめんね。いいんだミョンよ、オベリスクの巨神兵も所詮は偽りの神。それでも信じた神が倒れるのはショックミョン。ミョンも理解はしているミョン。だけど現実は過酷ミョン。真なる神の啓示を受けたミョンの神頼みギャンブルデッキの前には偽りの神はただ死ぬしかないミョン。ヨウム、君にこの言葉を授けよう。プププ、どんな負け惜しみミョン。家畜に神などいない。アルガース。真なる神とはコナミ神。コナミに愛されし三元神は誠の神の力を得ているのだ。それが神に愛されたものの末路か。己を守るモンスターもいない。ダイレクトアタックし放題ミョン。ガーディアンスライム、特殊召喚。ダメージを受けると特殊召喚されるこのスライムは、貴様のモンスターとの戦闘時にその攻撃力分守備力がアップする。耐えた。だけど、戦闘で耐えただけでいい気になるなミョン。ボムスパイダーには、自爆効果がついているミョン。ミョンのボムスパイダーを破壊し、ガーディアンスライムも一緒に爆破。ガーディアンスライムの効果発動、墓地に送られた時、デッキからラーの翼神竜の名前が記された魔法もしくは罠カードを手札に加える。加えるカードは太陽神合一。それがどうしたミョン。結局はまたフィールドはさらし、愛された神など存在しない。いや違うよヨウム。神はいつも存在している。奇弁だミョン。現にオベリスクの巨神兵は墓地。できることは、どうせザコモンスターをセットするだけ。そうやすやすと3体も生贄を用意なんてできっこない。まあ確かにこの状況は芳しくないな。ガーディアンスライムが自爆さえされなければ、ゴッドスライムに繋げて、ラーの翼神竜まで行けたんだが。とはいえ必要なカードは全て手の内ですから、超巨大ライフチッチギガンとマーク2が降臨するのも時間の問題。ねえ待って何の話をしてるの？もうよくわかんないワードに、よくわかんないセットカード、スナイプストーカーで雑に破壊しておくミョン。手札を1枚してサイコロを振って1か6以外ならカードを1枚破壊。3分の2の確率でカード破壊してくるのか。とはいえ手札1枚切ってその効果か。破壊できれば問題なし。3体生贄に捧げて一撃必殺侍に速攻で殺された。オベリスクの巨神兵より圧倒的に優秀ミョン。さらにコストとして墓地に送ったデスペラードリボルバードラゴンの効果。デッキからレベル7以下のコイントスを行うモンスターを手札に加えるミョン。ミョンが加えるのは伝説のギャンブラー。なるほど、実質手札コストを踏み倒したか。私はクリッターの効果で再びリアクタースライムを手札に加えます。それは最初に3体に分裂したスライムやろう。さっさとダイレクトアタックで勝負を決めた方が良さそうミョンね。ダメージを受けたので手札のガーディアンスライムの効果、再び手札からガーディアンスライムを特殊召喚。これもうスライムデッキじゃん。けど一撃必殺侍は止められるミョンか。コインの裏表を当てれば守備力が上がっても関係ないミョン。これまで何回当てたと思ってるんですか。さすがにそろそろ外れる頃合いでしょうが。当然当てるミョン。インチキだー。やばいぞ、これマジで神を立てる手段がゴッドスライムにたどり着けないことがあるなんて。ガーディアンスライムの効果で手札に加えるのは千年の啓示。かなり手札が老人ホームになってきましたよ。スライムの次は老人ホーム。それ本当に神のカードのデッキなの？知らないんですか。最近の神様は妖怪語なんですよ。神様も高齢化社会ミョンか。いやしかし面白いぐらいスライムが手札に。流れは耐えてないが、いかんせん相手の流れが良すぎる。ここまで全てのギャンブルで正解を引き続けているぞ。リアルの神の対戦動画ならやらせも可能だが、デジタルでイカ様って乱数調整かよっていう。まあ落ち着いてください。所詮は綱渡りを続けているわけで、どこかで踏み外せば終わり。その一撃必殺の威力が神にはある。イニシエの呪文を発動し、手札にラーの翼神竜を加えて、私はリアクタースライムを通常召喚、そして効果発動します。最初にもこの動きあったミョンね。イニシエの呪文でアドバンス召喚ができるから神が出てくるミョンね。だけどミョンは知っているミョン。オベリスクの巨神兵が最も耐性が強固な神のカード。それですら一撃必殺侍には勝てず、手札にあるラーの翼神竜なんかもはやスナイプストーカーですら除去できる始末ミョン。まあ全てギャンブルが成功すればなんですけどね。神の力を信じればたやすいことミョンよな。千年の啓示の効果発動。手札から神のカードを墓地に送り、デッキから死者蘇生を加えます。わざわざ生贄まで用意して死者蘇生まで。私には聞こえるんですよ。
復讐してやりたいというあいつの声が、カードを1枚セットして、そろそろ始めましょうか。墓地のイニシエの呪文を除外して効果発動。このターン、召喚するラーの翼侵入の攻守は、生贄に捧げたモンスターの攻撃力の合計の値になります。場のスライム3体をリリースしてアドバンス召喚。権限せよ、ラーの翼侵入。ようやく出番だったか。老人ホームの名誉会員、もちろんライフを100まで払って攻撃力を上げて。いえ、上げません。何をビビってるんだ？ここは、ライフを1000払う効果を使って、相手のイカサマジ見たフィールドのモンスターを破壊します。確かに、ラーの翼侵入には破壊耐性も対象耐性もないから、あのふざけたギャンブルモンスターですら致命傷になりかねないのか。だがこのライフ2000の支払いは高くつくぞ。とはいえこれが最も安全に突破して、最も相手に打撃を与える方法ですから、手札からマジックカード、死者蘇生を発動、再び舞い戻れ、オベリスクの巨神兵、神のカードが場に2体。ですが、神のカードであるオベリスクとオシリスは特殊召喚すると、ターン終了時に墓地へ送られてしまう効果を持っています。まあだけど、レベル10の神2体でエクシーズ召喚、グスタフマックスにして、神を砲弾に詰めて発射すれば。めちゃくちゃ不届きな会話してない？それも考えたんですが、あと500ライフが削りきれないんですよね。2体の神でダイレクトアタックした後、グスタフマックスの効果で、相手に2000ポイントのダメージは与えられますが、その後場にはグスタフマックスのみ、それが突破されれば、事実上の罪、ラーの翼侵入も攻撃力は低いですが、いざとなったら太陽神合一でライフに変換もできます。生き残れば盤面の除去能力も引き続き利用可能。破壊されそうになったら、合一でライフに逃げればいいのか、グスタフマックスだと、その動きができない。あとはダイレクトアタックもらっても、回復したライフで耐えて、ガーディアンスライムの効果で手札からガーディアンスライムを出して、戦況を立て直していくしか。レディースエンドジェントルメイン、皆さんお待たせいたしました。お互いのライフも少なくなってきて、盛り上がってきましたね。フィールド魔法、エンタメデュエル発動。エンタメデュエル？過去のアニメの主人公がそんなこと言ってたらしい。さらに1000のライフを支払い、インスタントフュージョン発動、エクストラデッキから融合条件を無視して、レベル5以下の融合モンスターを召喚、おいでませ、時の魔導士。なんか見たことあるフォルムだ。攻撃力2000、まずいか？この魔法で出したモンスターは攻撃できないから安心してほしいにょん。さらに手札から通常召喚、伝説のギャンブラー、効果はコインを3枚投げて、表の数で変わるにょん。0から1枚はデメリット効果にょんけど、3枚表なら、お前のモンスター全て破壊。いやどんな確率だよ。ありえるわけないだ。なんでだよ。おかしいだろこんなの。だ、太陽神合一でライフに。間に合ってないにょんねー。そ、けど場のモンスターの攻撃力はたかが500、時の魔導士は攻撃できないんだろ？確かに、ここで攻撃できればもっと追い込めたにょん。はは、かかったな。本日3度目のガーディアンスライムのお出ましだ。これで次のターン、ゴッドスライムを出して私の勝ち。少々インチキ臭いデュエルでしたが、結局は神の力の前にヒレクス。待て何の効果だ？もちろん、時の魔導士の効果はコインを投げて、表裏を当てればモンスターを破壊して、当然のように当てるな。フィールドのモンスターの攻撃力の半分のダメージを与えるにょん。ガーディアンスライムが、まずいな。これで本当に次のターン打つ手がなくなった。次のターンなど来ない。運命の分かれ道は、お互いにコインを投げて、表が出たプレイヤーは2000回復、裏のプレイヤーは2000ダメージ。やばい、マジでやばいって、マジで死んじゃうって。グッバイ、神々よ、フォーエバーミョン。こんなのおかしいだろう。お？え？は？え？最後の最後に失敗しちゃった。みんなもメロメロ、ギャンブルデッキの解説のお時間よ。いやもうデュエル終わったが。コインの裏表を当てたり、サイコロの目で効果が出たりする。カードを詰め合わせたのがギャンブルデッキ。いや見てたけど、お前がおかしいだけじゃん。ミョンほどの信仰心があれば不要ミョンけど、実はコインとサイコロそれぞれにサポートカードがあるミョン。コインの振り直しができるセカンドチャンス。サイコロの目を1か6に調整できるデタラメ。本来はこういうサポートカードを使って、結果を操作するんですね。最後に出てたエンタメデュエルは、1ターンに5回以上コイントスやダイスロールを行うと、2枚ドローできるめちゃ強フィールド魔法。そんな強いか？例えば伝説のギャンブラーのコイントスを、セカンドチャンスでやり直せば、最初に3回、やり直して3回の6回投げるので、これだけで2枚ドローミョン。ギャンブルデッキで言わずと知れた大スポット。6を出したら相手に6000ダメージ与える頭おかしいカード。これもデタラメの効果で、1、3、5の目を6に変えられるので、1、3、5、6のどれかが出れば6000ダメージミョン。マジでデタラメだな。ギャンブルデッキはどうしてもモンスターが貧弱なので、相手の攻撃を無効にして止める。ダークサンクチュアリアモンスターボックスで、相手の強力なモンスターの攻撃をやり過ごしたり、コインの裏表当てる前提で語ってます。ミョンのデッキには採用されてないミョンけど、融合モンスターに書かれた素材をデッキから特殊召喚できる。融合派兵を使ってデッキから大量にリボルバードラゴンを出しまくることもできるミョンね。コインを3回投げて2枚以上表なら相手のモンスターを破壊できるし、失敗してもデメリットもなし。エンタメデュエルの5回コイントスの条件を満たすのにも便利ミョン。今回のミョンは手札事故りまくってて、実力の半分も出てないミョンから、ぜひみんなも信仰心を鍛えてチャレンジするミョン。ご視聴ありがとうございました。